はい、皆さんこんばんは、11月23日月曜日、しゃべくり松代第265回の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、これで見ていただくんですが、2015冬の陣食の合戦ということでですね、松代城二の丸でですね、今日はですね10時から、16時までね行いました。結構お客さんも見えましてね、松歩センターにもどこ行ってきたのなんて言ったらね、食の合戦行ってきましたよみたいな形ですね、お話しされてました。それと明日もですね、同じ、11時30分からですね、15時30分まで、同じ二の丸で、食の合戦を行います。それとですね、流れ菱港のね演歌大会、これがですね、今日6時から、上がって、もうちょうど1時間ですね。結構どんどんっていい音が出てますね。で、今年も結構お客さん新幹線影響っていうのありますね、結構来てますし、だいぶ賑やかだという形で、市内もですね渋滞だというお話が出てます。さて今日のゲストをご紹介いたしますね。松代町清野にお住まいの吉澤澄夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ですね、吉澤さんがですね、この絵を描くっていうのでですね、個展をやられたんですけども、この場所がですね、まあ一応町歩きセンターがここにございますね。で、この近くにね、長野県、信用金庫松代支店ですね、健信さんと私は言ってるんですけども、ここでですね、個展みたいな開いたという形でですね、そのお話を今日ちょっとお聞きしたいと思います。よろしくお願いしますね。さて、じゃあこれを見ていただいて、はい、これですね、吉澤澄夫さんの水彩画作品展という形で、何点ぐらいあれですかね。13点ぐらいですね。13点で、小さいやつなんですけどね。はいはい、はい。これ見るとですね、ちょっとこの間行って撮ってきたんですけど、こういう大きいのもね、これ何号っていうんですか、ね、これが約50号あります。で、これなの何倍ぐらいの、だから50だから5倍、5倍ぐらいの、ああ、もっとね、7倍、はい、ね、で、これを、店内に、これは常設なんですね。常設ですね。これはまあ臨時に戻ったっていう形なんですね。はい、これってだけど、書くのはいつ頃書いたりするんですか、こういう大きいアート。いや、大体夜が多いですね。夜多い。ええ。一杯飲みながら。一杯、まあ、夜から、まあ、夜中にかかってとかね、うん、やります。はい、結構ない、それやっぱりこう書いてて、自分が思い立った時に書くんですか、それともよし、今日は仕事終わったら、じゃこれから書こうかっていう感じなんですか。いや、やっぱ思いつきの方が多いですね。多いですか。ええ、じゃあこれ今日は帰ってきて、じゃあこれから書こうかみたいな形になる。書こうとか、たまに夜パッと起きて書いてみたりね。ええ、それはね、やっぱりあれかね、それ忘れちゃうから、そうやって出てきたパッと書くっていうのは、そういうあれがあるんですか。いや、ひらめくっていうかね、そういう時は何かあるんですよね。なるほど、ええ、なるほど。これがね、やっぱりこれ、さっき見たお客様感謝デーなんですね、はい、まあ、こういう形で店内にね、なんか、まあ、こういったシクラメンだとか、こういうのも、もらいに来たりとかね、お客さんやったりとか、まあ、こういうパーテーションやって、あれですね、展示するって感じなんですね、はい、これは何ですか。これは今たまたま作成中の、うん、まだ書き始めの段階の、ああ、そうですね、絵なんです。これどこ、これ妙高ですよね。妙高、妙高の山を入れてちょっと、ああ、そうです、でも妙高でしょ、わざわざ行って書く、そうです、ね、まあスケッチ的にね、まだ小さいのに書いてきて、あ、なるほど、はい、これでも
あれですかね、冷ますっていうのはどういうような形で冷ますの、このくらいだったらここ行ってみようとかっていう感じなんですかね、それともなんか別な方法で冷ますですか。いや、普段の車で、移動してる時に、特にこの構図になる場所とか、いろいろここにね、頭に入れといて、でたまたまこの作品、マダラオへ行った帰りに、妙子の方へ降りてきて、わあ、これはいい、よく見えるな、いい場所だなと思ったのを、頭に入れといて、じゃあちょっとスケッチに行くかというそういう発想からですよね。なるほど。じゃあ、ずっと通りすがりにしといて、あ、いいなと思ったら、じゃあ後でもう一回行って、そこでもってちゃんとスケッチをするみたいな感じ。いや、そうなんですけど、もう車の中に対して小さいスケッチブックを、置いてきまして、じゃあちょっとそれ見せてもらって、撮りましょうかね。小さいスケッチブックなんですけどね、本当に、これいつも車の中に入れといて、入れときます、で、自分で気に入ったのをちらっと書くってことじゃないですか。そうです。だから今このものですか、これがちょっとスケッチの、なるほど、した、あれなんですけど、だって絵の具もあるじゃないですか。絵の具も小さいそれ専用のものを一緒に、一緒に入れた、一式入ってますもん、ね、そう、じゃあこれで、いったささっと描くってどのくらい時間あれば描いちゃうんですか。まあ10分ぐらいで、そんなもんでいいの。これはね、下書きで当たりつける程度で。そうです。で、あとは頭に入れとくのね。まあ入ってますね。入ってるんでね。それで、まあ色とかそういうのは、自分の好みとかそういういろんなあれを出して、だからその絵のあれ描くのって、複写みたいなあれじゃなくて、自分のイメージでこういう色をする、この色をするってやって OK なんだよね。そうです。そういうことなんだよね。なるほど。だから絵っていうのは写真っていうのは全部映ってしまうので、この絵の面白さっていうのは、いらないものは省き、ここに古民家欲しけりゃ、ちょっと全然違ううちののを置かれつけとこちゃうと構図的に置くとかね、これもまた、それもまた楽しみ、楽しみでね。なるほどね。そうすると構図がうまくできればそれで OK っていう形で、それ大体スケッチ切って大きい捉える場合には、もう一回これにのに対して、下書き、もう一回大きいのか、カレンダーの裏とか、コピー用紙のいらなくなった裏とか、そういうところでちょっと構造をもう一回ここに書いてみて、あ、これでいいなと思ったら、ちょっと大きいところでそれを拡大して描いていくという感じですかね。でも拡大するって、大体こう見ながらこうやってやるの？いや、大体見ながらっていうか、中野の寸法 V 字を出して、それを置くとかね、あくまでもこのスケッチが基本っていう。基本で、だけど、あれかね、これで何年ぐらい前からこういうことをやりだしたんですか。健信さんには8年ぐらい前からね、ちょっとこのような形で、飾らせてもらったりしておりますね。きっかけってどういうのきっかけは、その当時の店長さんが、たまたま私も仕事やってて、業務的な用事で、お見えになった、その時にたまたま絵を描いたんですよ、私、うちで、それでその店長さんが、いや、私も実は油絵やってましてなんて話から、なんか気が合いまして、水彩画ってのもいいですねなんて話からちょっと始めまして、それからちょっとうちの店の方も飾っていただけないかなっていうことで、いやいや、とんでもない、私みたいなこんな恥ずかしい飾らないと、言ったんで、お祝いの日にお願いって言われました。最初からこういう大きな絵をあれですか、飾るっていうの。いや、描きますね。なるほどね。この間ちょっとお邪魔した時にね、こういう、ここ茶の間、こたつだったけど、ここはこうやった形で、こういう感じなんですか。これ絵の具置いてあって、これが絵の具かね。どういうのかね。こんな感じでいいんですか。水彩画ですから、匂いも油とかいうのはなかなかね、匂ったり、舌が汚れとあるとかね。水彩画ですから、匂いもなく、水1個で
本当にあの皆さんの小学生が使っているような透明水彩絵の具ですから、うん、気軽にあのかけて、ね、もうここでもってじゃあ一杯飲んで、でもあちょっと描きたいなって言ったらそうですね、もう横へ置いていてね、そんな感じ、本当にあの気楽な感じで、はいはい、もうこうやって見ると大きいのも小さいのもね、こうやって大きさちょっと立ってもらって撮ったんですけど、はい、あとここにもねたくさん絵が置いてあってあれなんだけど、やっぱり写真だとかあのなんだっけ、アフレイとはまたちょっと違うあれですよね。あのまああくまでも画用紙、うん、紙ですから、はいはい、いくら積み重ねてもあの場所が取らないもの。あ、なるほど。ええ、まあ大きいのはちょっとこのテーブルのあいつところちょっと重ねて置いておくとか、ええ、まあ小さい絵だったらあの押し入れの中にね、はい、ちょっと入れといても、うん、まあそんなに邪魔になるもんじゃないんですから、ええ、はい、あ、そういった利点はあるのか、ええ、うん、あ、じゃあその都度都度これを入れ替えすればいいってことだ、ね、そうですそうです、そういうことですね、はい、了解です。あとあれですね、ちょっとですね、今日写真を3点ほど持ってきていただいたんですけども、はい、これはどこでしょうかね。これあの造山神社の一番北側の、はい、建物で、つい最近、うん、17日の日ですかね、はい、ちょっと行ってあのこれな、まあ、仲間と行って、ちょっと帰ったんです。なるほどね。これもあれあのですかね、ちょっといつ頃こういうふうにやろうかなみたいな。いや、もう行ったらもう今度はここを描こうと、あ、まあ、事前にここに悪いって言って、そっかそっか、そういうことで、やっぱね、うん、四季折々の形で、うん、なるほどなるほど。はい、あとはですね、これもありましたね、はい、これはどこでした。これがあの松代 の、 あの文部学校の南側の、うん、はい、たまたまね、あのなんて、うん、あの影湯邸だ。あ、そうですか、うん、あのね、通った時に、うん、あの他も書こうと思ってたんですよ、だからね、普段のここ通ってるんですけど、門が開いたんですよね。ああ、そうか、ね、何かあの聞いたら、うん、なんか古都の何かその、何かをやって、うん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 、あ、扉開いても珍しいなと思って、うん、あの前の駐車場からちょっとここで、なるほど、ちょっとスケッチしてやってみました、ね、はい、まあ、このお宅ってね、真田新さんっていって、あ、そうか、あのお琴の、あ、はい、あれですね、普段めったにこれという、はい、いつもね閉まってる。そうですね、はいはい、あとはですね、あ、そちらちょっと、はい、はい、これはこれはどこですか。これはあの真田邸の北から、はい、うん、南へ向かって撮ってるやつね。だからこれがあの日口邸になるんですね。はいはいはい、了解です。こちらが公園になってる。そうだよね、まあ、これの松代の、うん、そういう並木のちょうど紅葉ついたらいいかなと思って、ね、渡ってみましたね、うん、まあ、あの普通は前で撮ったりとかね、うん、こっち側から撮るって、この三木玉から撮るってちょっと珍しいなってなってね、うん、まあ、こういった雰囲気もいいですね、うん、なかなかね、こういう描くっていうのも難しいけども、まあ、少し勉強しなきゃいけないかなとは思いますけどね。これだけどあれですかね、これ描く場所、狙ってはいるんだけど、時間はいつも決まってはいないんだよね。さっきお聞きしたけど、いろんなあれですね。あのスケッチに行くときはね、あのこういうことありますね。あの、まあ、そこのポイントを頭に入れといて、うん、朝起きて、はい、あのまあ、白馬とか、はいはいはい、牧師山とか、うん、もう雲がなく晴れた時は、ああ、いいね、ちょっとつもつけて飛んでってみるかと。ああ、そうかそうか。もういつもそのできるように用意はしたりもするので、うんうんうん、そのまますぐ飛んでいったりね、うん、それやります。なるほどね、まあ実際に写真撮る人はやっぱり車へね、カメラ置いといて、ね、今言ったいい天気の時はすぐ行くっていう感じがあるでしょうしね、だけどあれですね、吉沢さんって大工さんだって言ってました。はい、ね、何歳ぐらいからやり始めたんですか。いや、あのまあ三田さん、うん、まあ、同年で、うん、あの昔はやっぱまあ遊んでたけどねまあうちがまあ大工業の、うん、はい、とこで育ったもんで、はいはい、あのぜひあの後を継ぐように、うん、その大工の道へ入ろと言われて、うん、まあ、あの当時お父さんに言われたの。うん、親父も兄も、はい、兄もね、はいはい、まあそんなような関係で、うん、あのまあ、その道に入ったわけなんです、ええ、でもう大体どのくらい、ね、47年ばかり、47年現在になっております、うん、じゃあ棟梁だね。
いや、棟梁っていうかね、まあ、その、まあ、職人っていうかね。あ、そうか、そうか。そういうことなんだ。はいはい。わ、はい、かりました。あと、これからこの絵を描こうって言うと、どんな風な形で、これからやっていこうと思ってます？うん、これ、皆さん、同じだと思うんですけども、まあ、趣味を持って、うん、はい、絵というのは、年しても、うん、いくらでもやっていけますので、はいはい、それで特に私どもは水彩画ですから、うん、本当に皆さんも気軽に描けると、うん、要するに、ね、楽しんでやっていければ、うん、いいかなと思って、うん、これからもまた上達していきたいと思います。あ、なるほどね、わ、かりました。ボケ防止みたいな感じですね。でも、はい、仲間うちも結構いればそういうなんていうかな、いろんな会話が出てまた楽しいかもしれないですね。そうですね、いろんなその時の家庭とか孫の話とか、はい、いろいろ出てくる。まず我々ね、まあ、楽しく、とにかく仲間が楽しい、うん、それとまあ向上心もあるという、うん、なるほど、ね、仲間作りということで、はい、まあ、こういうこともやるのもやっぱり健康が第一なんで、ええ、うん、まあ、十分に体を気をつけてですね、ええ、またやっていい絵を描いていただければいいかなというふうに思いますね、ええ、はい、今日はどうもいろいろありがとうございました。いや、こちらこそどうもお世話になりました。はい、よかったですね、うん、いいね、酒を飲みながら絵を描いちゃうんで、ね、矢坂さんどうだね。いやー、見習いたい。もうね、私見ててね。そうか、ね、じゃあ弟子になるかな。ちょっと年いいかよ。いいよ、いいよ。じゃあ朝から弟子にしようか。年でも OK だって。OK、了解、はい、はい、ということで、はい、これはね、ちょっとね、お話ボランティアでひまわりさんの会なんだけどね、11月25日、うん、真っ白師匠の2階でね、はい、こういうね、大人のためのお話し会ってやるんですって、またちょっと珍しいのでね、ちょっとご紹介しました。いいね、はい、これもボケ防止かなって思います。あっちも行かなきゃいけないな。忙しいな。そういうことです、はい、はい、ということで、はい、皆さん来週は、じゃあ来週はね、はい、宮坂さんじゃなくて、私じゃないよ。ごめんね、栗林さん、はい、今日ちょっとね、見えてるんで、ちょっと見えてる、うん、ご本人、そう、ちょっとお願いしますね。いや、はい、じゃあ、いつもお世話様です。こんばんは、皆さん。来週、パーソナリティやっていただくということで。そうですね、はい、次回パーソナリティ、はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どういうお話になるんですか？そうですね、このテーマにありますように、次回はノーディックウォーキングについて、ということで、宮本健さんという、ノーディック長野県のノーディック協会の、常任されている宮本さんをゲストにお招きして、はい、お話を伺いたいと思います。最近皆さんこう、ね、運動不足ということで、まあ、老化防止で、ね、いろいろジョギングしたり歩いたりする方いますけど ね、うん、そうですね、もう一つ物足りないと思うんですよね、うん、まあ、そういう時にストックを使って、ね、歩く、ポールを使って歩く、このエネルギッシュな、ね、ノーディックウォーキングを皆さんにぜひ知っていただきたいと思って。この宮本さんの方はお若い方なんですか？そうですね、40年間高校 の、 教師、高校の体育の教師ぐらいだと。年的には我々と同じぐらいですか？そうですね、でもすごく若々しくて熱心な方で、ぜひ宮本さんをね、うん、見習って、あ、皆さんにも、ね、元気はつらす、はい、じゃあ素晴らしいお話、そういうことになると思いますけど、ぜひご期待ください。はい、はい、それではぜひね、はい、来週の尺銀のバスをどうぞお楽しみに。よろしくお願いします。それくらいの釧路、また見たね。